はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。デッキデストロイヤーリュウです。さあ本日なんですが、デッキをデストロイしていくね、デッキ破壊デッキを、使っていこうと思いまして、まあデッキ破壊のギミックっていくつかあるわけですよ。まあ前回はね、あのヘルテンペストとか使って、ネクロフェイスとか使って、まあ、デッキ破壊しましたけれども、本日の主役をご紹介しましょう。聖騎を吸うボーンタワーさんです。はい、この最強のモンスターどういう効果を持っているかっていう話なんですけれども、このモンスターね、自分のフィールド上に他のアンデッド族モンスターが存在する限りどうのこうの、こんな効果はどうでもいい。アンデッド族モンスターが特殊召喚するたびに相手のデッキの上からカードを2枚墓地に送るというね、あまりにもヤバすぎる効果を教えるわけですよ。アンデッド族が出てくるたびに毎回毎回2枚墓地に送っていくと、相手のデッキをね。で、要するにアンデッド族をめっちゃ特殊召喚すればいいわけですよ。ですね、この世にはですね、アンデッド族を死ぬの特殊召喚できるデッキっていうのが存在していまして、これ何かって言いますと、まやかしというね、まやかしという、皆さん、デッキのギミックご存知でしょうか。まやかしっていうのは死ぬほど階段式にシンクロしていくデッキなんですよ。これダッキっていうモンスターがですね、ひたすらにね蘇ってくる、本当に完全に労働基準法違反してんじゃないかっていうぐらい墓地から蘇ってくるんですけども、こいつは自分のフィールド上に1体しか表側表示で存在できませんと。このカードが墓地に存在していて、まやかしモンスターがエクストラデッキから自分のフィールド上に特殊召喚された時、こいつを墓地から特殊召喚するという効果を持っています。で、まあこの効果発動するのは自分はまやかしモンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できないという効果があるので、ほんとまやかししか出せなくなるんですけども、この効果発動できると、ほんと毎回毎回このダッキが墓地から蘇ってきまくりますんで、これをですね、活用しますね、このギミックを。これまやかしって、まあ、私のまやかし、おぼろ車とか、つつぐもとか、まあ、天狗とかっていう、こういうモンスターがいるんですけども、これ、2個ずつレベルが上がるんですよ。3、5、7、9、11みたいな感じで、どんどん2個ずつ上がっていくんですけども、まあ、こいつを出して、で、墓地からダッキが蘇ってくるから5を出して、で、またダッキが蘇ってくるから7出してっていうのを繰り返しやっていくね、そういうデッキになってましたね。どんどんシンクロ召喚とか、まあ、リンク召喚もあるんですけども、リンク召喚が行われるわけですよ。で、これにこいつが横に立ってる場合、マジで相手のデッキがみるみる減っていきます。こういうね、今回はクソデッキとなっておりますね。はい、要するにですね、何をすればいいかと、盤面に、ボーンタワーを並べた上で、シンクロ召喚レベル3ができるハンドであればいいわけですよ。ちょっとですね、コンボパーツ多くて、これOCG の方ではそのマスターデルとちょっとカードプール違うんで、新しいね、まやかしモンスターがいて、まあ、そいつがいると結構簡単にデッキ破壊できるらしいんだけど、今マスターデルの関係だとちょっとですね、そのモンスターが来てないっていうのがあって、若干コンボパーツ増えます。はい、今回はこのボーンタワーと、まあ、まやかしのシンクロ召喚をしていくためにいろんなカードを入れてまして、まあ、例えば墓地からね、モンスターを蘇生できる目付きとか、それからまあ、墓地を送られた場合に手札からアンデッド族を出せるゴズキとか、あと墓地にアンデッド族を送れるジャックはボーランとか、それからまあユニゾンビですね。ユニゾンビは手札から1枚アンデッド族墓地を送ったりとか、デッキからアンデッド族墓地を送ったりできるので、これ結構強いというのと、このおっさんがやっぱ一番強くて、召喚特殊召喚に成功するとデッキからまやかしモンスターいったら特殊召喚できるっていう効果があるんで、まあ、これで、まあ、基本的にはダッキを出してくるっていうね感じですね。で、この雪娘さんがめっちゃ強くて、これまやかしモンスターがいると墓地か手札から特殊召喚できるんですけども、特殊召喚に成功するとアンデッド族をデッキから墓地を送るっていう効果があるんで、これでまあ基本的にはその、まあ、ボーンタワーとか、まあ、ボーンタワー墓地を送れるハンドであれば目付きとかを送って、で墓地から蘇生していくっていうね、まあ、そういうギミックになっております。かなりね、成功率は低いんですよ、正直。どんぐらいだろうな、 10% ないぐらいだと思うんですけど、ハンドはきついですよね。ハンドはきついそもそもね。なんですけども、まあ、決まった時にめっちゃやばい動きするっていう、まあそういう感じですね。で、まやかしモンスター持ってくるまやかし回転と、あとまやかし回転で落として墓地からまやかしを蘇生できる、まやかし会合を一応入れております。はい、で、展開力を上げるために、デュアルサモンっていうのが謎のカードを入れまして、通常召喚を2回まで行うっていうね、ことができるんで、一応その、デュアルサモンを打ったら、その、聖騎を吸うボーンタワーと、波順が出るんで、まあ、割とね、ワンチャンあるかなと思って入れてます。結構展開力があって、ユニゾンビを追加で召喚したりとかできて結構でかいんで、なので、まあこれをぶち込んでるって感じですね。展開力を上げるために。はい。でも、エクストラマジで、本当に階段式シンクロできればいいんですよ。理想ハンドはね、
理想ハンドは何かっていうと、まずハジュンですね。まずハジュンがある、ハジュン、それから、雪娘、この2枚はねあると嬉しいですね。ここ2枚あって、でさらに手札に、ボーンタワー、ジャックアボーランと、それから、メズキとがあればいいかな。ジャックアボーラン、メズキ、雪娘、ハジュンみたいなハンドであれば結構いけます。割と辛いんです。だから結構ね、カード4枚ぐらい使って展開していくことが多いんで、割と大変なんですが、しっかりとね、決めてきたデュエルを皆さんにもお届けしますんで、早速対戦ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ、頼む。ハンディ、ハンド強そう、ハンドめっちゃ強そう。これちょっと誘発あります？誘発だけマジであるかどうかちょっと先に確認したいんですけど、なんかあります？まやかし回転通ります？通りそう通りそう、これ通りそうやぞ。待てよ、まずはおっさん召喚する、でおっさん効果発動、おっさんの効果を発動し、俺はまやかしをのダッキーニを特殊召喚していくぜ。そしてうるわしのまやかし雪娘はまやかしモンスターがいる場合特殊召喚できる。そして特殊召喚成功した場合アンデッド族モンスターを墓地に送ることができる。そして行け、ジャックアボーラン、ジャックアボーランの効果、メズキを墓地に送り、このモンスターを特殊召喚、そして墓地で存在するメズッキーの効果発動、メズッキーの効果により現れよ、世紀を吸う骨の塔ボーンタワー。さあ残儀の用意はできているかこっからお前はひたすら俺のスーパーアルティメットマトリョーシカソリティアを 見守ることになるんだぜ。さあおぼろ車を特殊召喚し、ボーンタワーの効果発動、さらにその効果に遅延し、ウワシのまやかしダッキーニの効果を発動、このモンスターは墓地より特殊召喚できる。まやかしモンスターが特殊召喚に成功した場合な、そして特殊召喚にアンデッド族モンスターが特殊召喚に成功した場合、相手のデッキを上から2枚どん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 墓地に送るという効果を持っている。さあお前の命はお前のデッキの枚数に等しいということだけ言っておこう。さあ行け、進もう。自分が特殊召喚成功した場合、ボーンタワーの効果、さらにラッキーの効果を発動。さああとはひたすら特殊召喚を繰り返していくだけだ。なんかあるぞ、あいつなんか持ってるな。なんか優先権あっちに渡るんだよな。何らかの手札誘発あるね。さあボーンタワーの効果でひたすらに、おっとオライオンだと、まあまあいいだろう、オライオンくらいいるしやろ、まあいいだろうさあとりあえずなんか俺はやること、これマジで言うことねえな、ちょ喋ることねえからちょっとスキップしていいか、ちょさ喋ることねえからちょ最終話までスキップ。さあそろそろお前のデッキはめちゃくちゃ薄くなってきてるぞ、大丈夫か、息してるか、息してる、はい、できなくなりましたはい、できなくなりましたはははははは、紙デッキ来たこれ、なんかいけそうだな俺、蘇生あんのか、まやかし回転もある、まやかし回転乳輪大回転があるので、ちょっと待ってくださいね、まやかし回転発動します。で回転発動 C の、うわなんかある、なんかある、とりあえずちょっと氷のまやかしだけ特殊召喚したいんだけど、なんかあるかな、ハジュン通る、ハジュンだけ通るか教えて、これ通る、このおっさん通る、おっさん効果増人、ああまあ増人はまあいいか、増人はまあいいわ、増人なんならデッキ破壊の速度上がっていいかもしんねえな、ちょっとやってみるかなんなら増殖する G ってなんかめっちゃドローしてくれるから、なんか、まあ、こっからもうたぶんうらら効かないから、これここでうららはがなければうらら効かないから、もうほぼボーンタワー送るしかないですね、これボーンタワー送って、俺下層であんだっけ今、じゃあユニゾンビいいや、ユニゾンビでちょっとモンスター数を稼いでいく作戦しますわ。死者蘇生を発動、死者蘇生の効果により、ここでうらら引かれたらめっちゃ恨めだけどねここでうらら引かれたらめちゃくちゃな恨めしすぎて、もうちょっと即サレンダーするしかないんだけど、さあユニゾンビの効果を発動するぜ。ユニゾンビの効果は
デッキからアンデッド族モンスターを墓地に送りながらなんかフィールド上のモンスターのレベルを上げるという最強の効果を持っている。これによって俺はメズッキーを墓地に送らせてもらうぜ。そしてユニゾンビの効果を発動。ユニゾンビの効果により手札からさらにボーンタワーを送らせてもらうぜ。そして墓地に存在するメズッキーの効果発動。メズッキーの効果によりこのカードをゲームから除外し墓地のボーンタワー正規を吸う。ボーンタワーを特殊召喚。お前の正規は全て吸わせてもらう。お前の命はお前の残りデッキの枚数と同等ということを言っておこう。俺はレベル1のハジュンにレベル2のダッキをチューニング。シックの召喚おぼろくるまー正規を吸うボーンタワーの効果。さらにその効果にチェンジ。うるわしの前かしダッキの効果発動。さあこっからはもううららは効かねえぜ。残念だったな。もうお前がいくらうららを引いたところで何の意味もないぜ。なんでかってもうデッキに触ることはないからだよ。俺はなんかあれだな、なんかヤバそうなデッキだな。とりあえず一旦俺は階段式進行するかよろしいか。ここです。これこのソリティアを一生やってると絶対サレンダーされるっていうことが俺分かったぜ。さあ聖教数ボーンタワーの効果発動。さらにダッキーの効果発動。さあ一気に階段式進行していく。これがマトリョーシカシンクロ。さあどん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 ダッキーを墓地から特殊召喚していくぞ。おっとこいつサレンダーしねえ。なかなかやるな、なかなかやるじゃねえか。なんか相手は意外とここで刺して割とサレンダーされてることが多いですね。あのマジでデュエルになんないっていう、最後まであのデッキを破壊させてくれる人ほとんどいないです。はい、まあ、俺もこのデッキ当たったら絶対サレンダーしますからね。普通だったら、まあ、撮影中は絶対サレンダーしないですけど。残念でしたね。これもうちょっと、もうなんか、いや、喋ることないんだよ。これ、飛ばしいよ、これ。喋ることない、これ。ちょ、喋ることない、黙ります。相手の手札の枚数、やべえな。増殖する G は甘え。増殖する G とか、マジ甘いでしかねえわ。本当に。はい、デッキなんか出ました。ほら、引けよ。おい、引けよ、ほら。デッキねえけど、引けよ、ほら。おい、おい、おい、増殖する G はガチで甘え。頼む、来い。あー、なんかいけそう。なんかいけそうだぞ。デュアルサムあんな。デュアルサムある。ちょ、デュアルサムあんな。デュアルサムあるから、いや、これ言ったか。デュアルサムあったら、もうなんか正規を吸うボーンタワー通常召喚するからな、基本的に。で、まやかし回転発動。まやかし回転の効果により俺はうるわしの翼のまやかしハジュンを手札に加えさせてもらうぜ。これモンスター数、あでもジャックアボーランいるからいけるか。ジャックアボーランいるからいけるわ。モンスター数も結構でけえし、でハジュン召喚が先でいいな。ハジュン召喚、ハジュン効果発動。召喚に成功した場合、まやかしモンスター一体も特殊召喚できるぜ。さあいけうるわし。さあボーンタワーの効果。さあおっと倒しそうじゃ。なるほどね、謎のデッキ、ギャラクシーアも入ってる。なんだこれ、デジタルバグか。さあ俺はおぼろ車を特殊召喚していくぜ。さあお前の命はデッキの枚数に等しいということだけ言っておこう。行けおぼろ車。そして正規を吸うボンタワーの効果発動。さらにその効果にチェンジ。うわしのまやかしダッキの効果発動。さあこれによりお前はひたすらデッキを2枚ずつ墓地に送られるとかいう劇的にやべえ場面になっているぞ。大丈夫か、理解してるか。さあ残儀の読みはできてるか。グラマサリッチ、何悲願だぞ。やべえ、めんどくせえ。あいつら墓地に行くと結構やばいことが起きるな。やばいな。ちょ、墓地に行くとやばいことが起きるモンスターは意外といっぱいいるぞ。グラマサリッチ、え、これやばいですかね。まあでも特殊召喚するくらいだったら別にいいですわ。特殊召喚するくらいであれば全然問題はない。さあひたすらにお前のデッキを2枚ずつ2枚ずつ墓地に送っていくぜ。いけ、すごっ。通知グーモ、さあ通知グーモの効果発動。さらに正規を吸うボンタマの効果発動。さらにダッキの効果発動。いやーちょっとですね、非常にね、相性は悪いかもしれません。墓地で送られた場合に効果を発動するみたいなモンスターが結構いるんですよね。悲願ってアリキーの誰、アリキーの何者、効果を無効にする、やばい。てめえ何してくれてんだ、お前何してくれてんだ、くっそ、
てめえ何してくれんだ。くそ。いやしょうがねえ。じゃあ普通にまやかしとして戦うしかねえ。ちょうるせえお前。ちょうるせえわ。これあの聖教するボーンタワーが強制効果すぎてさ、効果無効になっても必ず発動するんですよね。ちょうるさいんですよ。ちょ黙ってくれ。これはもうねまやかしムーブをしていくしかないね。うん。ここへ来て初めて遊戯王が見れますよ皆さん。よかったですね。はい。今のところ1回くらいしか成功してないんですけども、ここへ来て普通にまやかしムーブを見ることができますよ。まあ、この対戦使うか知らんけど。さあ行け横。さあそしてボーンタワーの効果発動し、さらにダッキーの効果発動していく。まあ、一応じゃあ真面目に解説するか。一応真面目に解説するわ。ですね、ダッキーっていうのはまやかしモンスターが特殊召喚されると墓地から蘇ってくるよっていう効果があるんですね。だからこれを使ってのどん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 こうやって2ずつ進化のレベルを上げて進化召喚していくっていうそういうデッキになってます。でレベルがどんどん上がっていって11が一応シンクロモンスターではマックスなんですけども、全てのまやかしモンスターが自分よりもレベルが2個高いシンクロモンスターが破壊されると墓地から蘇ってきて、で墓地から特殊召喚した時になんか効果発動するっていう、まあ、そういうね効果があります。あでこのレベル11 の、 ガシャドクロっていうやつだけリンクモンスターが破壊されると、まやかしリンクモンスターが破壊されると墓地から特殊召喚できて効果発動します。はい。まあ、そうやってね、一回もバーって墓地に、蘇生対象をめっちゃ送って、で、墓地から蘇生して戦っていくっていうね。で、ただ、その墓地から蘇生するギミックが、もうすべて破壊に頼ってるんで、相手が、なんか攻撃してくるとか、効果打開してくれる時だけしか使えないんですよ。これがめっちゃ弱いですね。はい。これ、ジャックアボーラン出した方がいいかな。これ、一回リンク4して、リンク4した方がいいのかな、これ。リンク4するか。こうしてで先に出してこれでジャックアボーランか。ジャックアボーランはフィールドにいる時に墓地 の、 アンデッド族を特殊召喚しながら自分を除外するっていう結構ねフリーチェーンで使える割と優秀な効果を持ってまして、でこれでまやかしモンスターを特殊召喚していくというね。これは永続的に効果無効になるからこれ使っていいんだよな。これ雪女の効果発動してでガトルホークの打点をゼロにして効果無効にしていく。あんま意味ないかもしれないけどね。どうせあいつらリンク素材かエクシー素材にしかならねえからで、ジャックアボーランを特殊召喚していく。でジャックアボーラン君の効果で、まあ、フリーチェーンでレベル11とかレベル9のシンクロモンスターを特殊召喚できるので、まあ、ここで、まあ、妨害がね魔法トラップを破壊するか、まあ、モンスターを破壊するかでこのリンク用のでけえやつが破壊されると11出てくるから、はい、まあそういうこと結構ですね。そして、この雪女がめっちゃ強くて墓地からなんかアンデッドとか特殊されるとフィールド上のモンスター1体を選択してそいつの効果を無効にして攻守を永続的にゼロにするっていうなんかめっちゃ強い効果持ってるんですよ。これとのジャックアボーランの効果をまあ組み合わせてなんかフリーチェーンなんか効果無効みたいな、まあ、感じで使っていく感じですね。はい。一応まやかしの動きはそんな感じ。真面目にまやかしするとね、真面目にまやかし全然しないけど俺で、墓地から特殊召喚されると雪女の効果発動しちゃうよ。さあ君のケルビネちゃんの効果は無効にさせてもらおうか。うい残念でしたね。ケルビネ君の効果は使うことはできないですけども、あでも一応これコストだからあんま意味ねえか。コストは払えるっていうね。あんまケルビネの効果は無効にする意味なかったな。まあいいや。パーパレル？てめえふざけんな。パーパレルはフリーチェーンじゃねえ、墓地に送られた場合にモンスターを1体悪感物質転送装置する効果を持っている。何？どれだ？何？やるしかねえ。ジャックアボーランの効果を発動。ジャックアボーランの効果によりこれは完全耐性ガシャドクロの方がいいんじゃねえか。ちょっとリンクモンスター破壊してくれるかちょっとよくわかんねえし、まあ、ジャックアボーランで完全耐性ガシャドクロを出しておけばいいんじゃないですかね。ガシャドクロ君は、墓地から特殊召喚に成功するとその特殊召喚に成功したターンマジで何の効果も受けんっていうめっちゃ強い効果持ってるんですよね。はい。で一応雪女の効果発動して、あ、先こっちか、先チェーン1ガシャドクロで、雪女効果、これでとあれですね、3300の何の効果も受けないモンスターは一応爆弾しました。一応、まあ、3300なんていうだってね、簡単にこの環境を越されるんで
まあ意味があるかって言われると微妙ですけど、なんか急にアクセスコールトーカーとか言われて、なんか普通に殺されるの全然ありますから、はい、まあ、ダンテはいいですわ、はい、でアリキーノ、はい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 、いいでしょう。でファーファレス墓地を来るといいでしょう、全然よろしい。スクラマリアもいいでしょう。おうおうおお、ダンテらしすぎだろ。ダンテ一体で、あ、ベアトリーチェ、めんどくせえ。ベアトリーチェ、ベアトリーチェですよ、これもしかして。これベアトリーチェ、ベアトリーチェになって、フリーチェーンファーファレル墓地送りからのなんかめっちゃ除外してくるみたいな、そんな話。ちょ、破壊せえや、マジで。まやかしモンスターって破壊されたら墓地から出てこれるんだけど、破壊以外の手段多すぎて、この環境まあ特殊ができないんだよね。あ、まあまあまあ、ダッキーはいいわ、はいはいはい、いいでしょう。まあそんぐらい許して差し上げましょう。まあただ相手も割ときついぞ。さあジャックアボーランは墓地からじゃなくて除外ゾーンから蘇ってくる。よし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 、俺のターン、ドロー。まやかし回転、まやかし回転はワン強いな、ワン強い。回転させるか。これでダッキーの効果発動して、なんかひたすらに相手のモンスターのあの効果を無効にして打点をゼロにしていけば意外といけんじゃねえか。さあまやかし回転の効果を発動。まやかし回転の効果により俺は翼のまやかしハジュンを手札に加えさせてもらうぜ。行けハジュン。そしてこのおっさんの効果発動、おっさんの効果によって、なんだこれは。ベアトリーチェいいだろう、ベアトリーチェはいいだろう。まあここで確かに使っとかないと、なんかまた雪女の効果が発動するかもしんねえからな、気をつけろ。何が墓地を加える？あ？ガートルホック。オッケー。ガートルホックはオッケー。ダッキーを特殊召喚していく。おい。おい。さあ、こっからまたマトローシカシンクロによって、お前のフィードのモンスターの、すべてのモンスターの打点をゼロにして差し上げよう。さあ、ダンテ君の、あ、ダンテ君の効果も。はいはいはい。あー、回収ね。はいはい。そんな効果ありましたね。で、ガートルホックの効果。墓地から特殊召喚できるやつ。はい、ファーファレル、なるほど。あーでファーファレルを墓地に送って除外してくるってやつね。あ、いいだろう、いいだろう。あいつらはね、陰キャすぎてね、あの彼岸以外のモンスターがいるとね、あの爆破しちゃうんですよね。かわいそうですよね、爆破してしまうっていう。まあ打点 1回0にしとくわ。ファーファレルね、オッケー。はい、まあまあまあ雪女を除外していくが、まあ俺のシンクロ召喚は止まらねえからよ。止まるんじゃねえぞ。これなんかこのターンで殺せねえけど、まあとりあえずマトローシカしてシンクロモンスター並べとくか。よし、これでいいだろう。もうここまでいったらいいだろう。はい、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 ねえ、ダッキー特集、はい、はい。で、ここでぶん殴りに行く感じですかね。ま、真面目にまやかししてんのなんか楽しいな。まやかし、真面目にやるの、ちゃんと真面目にまやかしするの楽しいわ。ああ、さあ、ベアトリチェ効果いいだろう。はい。で、あの、松潤出てくるのな、これね。はい。松潤出てきたー、松潤来たー。松潤はこれ何があるんですか、戦闘で破壊されると。相手の手札ランダム1枚選んで墓地を送る。あ、全然いいですね。あ、今手札ないですから。全く問題はない。オッケー。うい。あいつ倒せねえな。まあ、いいや。ちょ、長えな、このデュエル。ちょ、長えな。マジで。お前、めちゃくちゃ粘ってくるやんけ。ああ、スカラマリアの効果も。ああ、アドバンテージが回復していく。やばいか。やべえの来た。うわ、カオスエンペラおい、破壊しろ、墓地に送るんじゃない、人のカード墓地に送るな、破壊しろ、うわうざ、墓地に送るとかいう効果やめてマジで。何この謎の展開、ガメシエルとダッキどういうこと。ちょ、ほんまにもうなんか破壊ギミックじゃないギミック多すぎなんだってマジで。まやかしきついよ。ターンチェンジ？マジ？え、殴って勝ちなんだか。え、殴って勝ちなんだか。なんか奇跡起きたぞ。バトル。いけ、ラッキー。いけ、ガメちゃん。ダイレクトアタック。敵は取りましたよ。
ボンタワさん。